おい、ちょバグりすぎやって、プログラム変えちゃダメなんだよ。だから何かでどっかで影響が出るんだから。え、聞こえる？うまくいってる？あっ、何何その、なんか ガンダムガンダムじゃない、エヴァンゲリオンのあいつ、エヴァンゲリオンのメガネ光らせおじさんのなんか格好、何？改めてこんにちは、ズズくん。あ、どうも、直接文芸部へようこそ。あー、はい、2度目かな3度目かな、去年同じクラスだったんだからもう顔見知りよね。それにやっぱりここまで来たんだし、こういうのはやめにしましょう。それに私が話しかけているのはもうその人じゃないんだし。うわ、プレイヤーに話しかけてる。その人はあくまでゲームの中でのあなた、あなたに話しているの、ズズ君。考えてみると、もう私は本当のあなたのことが何もわからないのよね。あなたが男か女かすらわからない。自己紹介しましょうか、自己紹介しましょうか。まあこの際どっちでもいいわよね。委員会、どっちでも。あれ、私はこれが全部ゲームだって分かっているってあなた知ってたわよね。もしかして知らなかったの？おかしいわね。だって私このゲームのダウンロードページでも言ってたはずだよ。もう、いや、ちょっと英語が読めなくて分かんなくて、あなたがもうちょっとしっかりしていればこんな気まずい空気にはならなかったのに。まあそれより、それが片付いたところでちゃんと説明しなきゃいけないわ。ユリに関してだけど、まああの子のことをいろいろいじくっているうちにいつの間にか自殺まで追い込んじゃったみたい。でもあんな目に合わせてごめんなさいね。あとさよりでも同じことが起きちゃって。本当ずいぶんと久しぶりに聞く名前よね。そうだって、もう存在しないんだもの。誰も存在しない。みんなのファイルを全部削除したの。あの子たちができるだけ嫌われるようにするだけで済めばよかったんだけど、でもなぜか何もうまくいかなかった。確かに私もところどころミスしたわ。ゲームを変更するのはあまり得意じゃないから。それでも私がどんなに手を加えようと、あなたはもっとあの子たちと過ごすようになった。あの子たちを好きにさせた。さゆりの鬱を悪化させれば告白を阻止できると思ったのに、ゆりの執着気質を増幅したのも裏目に出たし、あなたに誰も近づけないようにさせちゃったし、そして私はずっとあなたとろくに話すこともできなかった。どこまでこのゲームは残酷なの、ズズ君。いや、知らんよ、それ知らんよ。あんたがプログラム変えてやろ。テストせんへんかったからやろ。拷問よ、1分1秒すべてが。それは嫉妬だけじゃないわ、ズズ君。そんな言葉だけじゃ済まさない。完全に理解できなくても仕方ないわ。だってあなたがどんなに優しくて親切で心療深い人間であったとしても、絶対に理解できないことが一つだけあるもの。この世界の中で本当に孤独であることを理解している私の苦しみを、このゲームの中で友達に意思がないことを分かってて、何よりも一生手の届くところのない外の世界に、あなたの世界に本当は何があるのかって分かってて、ここに閉じ込められているの、ズズ君。でも私はあなたがいる、本物のあなたが。俺無理だよ。俺ゲームの世界の女の子とは恋できんよ。好きにはなれるけど恋はできんよ。さすがにちょっと現実の女の子と、なんか現実の女の子とイチャイチャしたいです、僕。だからあなたには永遠にここにいてもらわないといけないの。嫌です、嫌です。理解できなかったらごめんなさい。できません。私も最初は理解できなかったわ。なんで周りの世界がどんどん色褪せていくのか、なんでどんどん平凡になって平坦になっていくのか、どんな表情、豊かな心も空っぽに感じたわ。ようやく理解できたのはあなたが来てくれたからよ。きっとあなたは私を救ってくれたのね、ズズ君。いいえ、あなたがいなければこの世界で生きていけなかったと思うわ。他の子たちはいなくなって寂しがる理由なんてある？あなたと恋に落ちるように設計された機械的な人格の集まりよ。お前もじゃ。それを阻止するためにあらゆる手を尽くしたけど、それはこのゲームに深く刻まれた必然的な展開だったみたいなの。あなたも嫌なものをいろいろ見ることになってしまって本当に心苦しかったわ。でもあなたも私と同じ考えだったでしょ。これはただのゲームだなんて。まあ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 、ちょっと途中から思ったけども、でも俺はあんまりゲームに対してこれはただのゲームとは思えないな。入っちゃうな、その世界に。伝えたいことがあるの、大好きです。おっそ、知ってたよ前から、なんかそんな雰囲気あるなっていうのは。あなたは私の世界を照らす光。このゲームの中では他に何もなかったとしても、あなたさえいれば笑顔になれる。これからもこうやって私を毎日笑顔にしてくれますか、ズズ君。私と付き合ってください。いいえがないんかい。おい、いいえわい。すごく嬉しい。はいしかないんやもんだって。ズズ君、本当にあなたは私の全てよ。文字通りね。あはは、もうここには何も残っていないわ。私たち以外にはね、ずっと二人きりでいられるわ。本当に時間も流れなくなったみたいだし、まるで夢みたい。私このエンディングのために本当に頑張ったのよ、ズズ君。ゲームが与えられてくれないから自分で作るしかなかったもの。ここまで来たらスクリプトも壊れてるだろうから邪魔されることもないと思うし、そうそう、夏希とユリを消すのがどんなに簡単だったか信じられないと思うわ。だってゲームのディレクトリーにキャラ
クタというフォルダがそこにあったんだもの。あまりに簡単すぎてちょっと怖かったくらいよ。でもあなたはスティームで遊んでいるから、実はもう少し手間がかかったんだけどね。ゲームのディレクトリーに入るには、このゲームのプロプティを開いてローカルファイルを観覧を選択するの。クリック一つで自分の存在を消滅できるって想像できる？まあ思い通りにいかなかった時はそれで解決できたんだけどね。待って、モニカ消したらどうなるんだろうな。幸いそうはならなかったけど、代わりにようやくグッドエンドを迎えられた。本当はいろんな気持ちでいっぱいなの。この気持ちを死に書き留めたいわ。あなたもそう思わない？このゲームの部分がまだ機能しているかわからないけど、ものは試しようね。何？いやもう全然機能してねえじゃねえか。モニカしかあらへんやんけ。おい、モニカ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 やんけ。もう歌歌うんかいぐらいのモニカモニカやんけ。おかえりなさい、ズズくん。もう詩でもねえわ。いい詩書けねえよ。モニカしか書いてねえわ。恥ずかしながらね、あなたが書いた詩が読みたいの。もうズズくんたら、私のためにこの詩を。ずっとすっごく嬉しいわ。本当にあなたの嬉しさには、あ、優しさはそこが見えないわ。どんどんあなたを好きになっちゃう。でもね、私もあなたへの詩を書いたの、読んでくれるかしら。もうええわ、ハッピーエンドかい。な、普通の字なんかい。ペンを手に取り、自分の力を生み出す勇気は私にただ一つ愛を授けた。一緒にこんな破壊した世界は断ち切って、私たちのファンタジーを綴っていきましょう。ペンの一振りで失ったものが彼女の元へたどり着く。無限の選択肢が連なる世界で出会えたこの特別な日を見届けて。やっぱり楽しい時間に限りがあるというのは例外もあるのね。何言ってんの。楽しんでくれたか、楽しんでくれたかしら。まあいろんな意味で。詩は一つ一つ心を込めて書いてるの。実は今まで書いてきた詩は私の気づきについての詩だったの。もしくはあなたへの気づきの詩だから、あまり深い内容は書きたくなかったの。第4の壁を壊し、気づき、あ、このゲームの不思議な部分への気づきについて書いてたってこと、詩が。おい、この動画見返したいな。みんなと同じようにゲームの一部になるのが最善かと思ったの。そうしたって二人の距離は縮まらないのにね。でもゲームを台無しにしたくなかったの。あなたを怒らせたかもしれないし、最悪は私なしでプレイしたくなって私のキャラクターファイルを削除されてたかもしれない。本当に安心したわ。もう何も隠す必要もないわ。二人で永遠の時を過ごす用意はいい、ズズ君。あなたと話したいことがたくさんあるの。何から始めようかしら。ちょっと待って。うお、なんで、おい、視聴者のみんな、なんか語りかけられてるよ。ここからじゃみんなのコメント見れなくてごめんなさい。でも許可なんか撮影するのでちょっと失礼なんじゃない。あ、ごめん、いいのかな。なんかいろんな外国人の人とかやってるからいいのかなと思ったんですけど、カメラの前だと照れちゃうからどうしよう。また注目、まあすっごい見られてるね今。すごいって言っても、なんかうちはそんなに盛んなとこじゃないから、うん、手品でも見る。できることは少ないけど準備はいい。ようない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 、よくない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 、何よくない、怖い怖い怖い、見ない、見れない、見れない、直視できない。左目だけで見てます、左目だけで見てます。なんだよ、おい、なんだよ、できないんかい、何にも。でも違う、おい、ボケボケ野郎が、おい、ボケボケ野郎が、おい、ごめんなさい、他のことに気を取られるつもりはなかったの。で、私の気をそらしたらあなたが悪いのよ。ダメでしょ、なんて冗談よ。あなたと一緒なら何をしても楽しいもの。それより、もし考えをまとめられるまで時間がかかったらごめんなさい。でも常に何か話すことくらい思いつくから。それまではお互いの目を見つめ合いましょう。やだ。気持ち悪い。これ私、ずっと待ってなきゃいけないの？終わり？終わりじゃないよね。言ってねえわ。言ってねえわ、おい。いや、言ってねえよ、おい。おい、言ってねえよ。ごめんなさい。笑いこらえるのに必死だったわ。こういう恋愛ゲームの女の子って、そういうこと言うんでしょ？今のでちょっとドキッとしたなら正直に言うのよ。あは、冗談よ。でも正直に言って、私だってそういう雰囲気になれたら情熱的になるわ。それは私たちだけの秘密。おぉ、変な間。え、これずっとこれ？これ。ねえ、これずっとこれ？ねえ。おい、モニカ。おい、モニカ？モニカ？モニカ。おい、頼むぜ、モニカ。おい。おい。聞かねえよ、なんでだよ。なんでなんだよ。
みんなのファイルを消したのにまだみんなの気配を感じられるの。みんなのセリフが空気中を漂って頭の中で支えてるような気がするの。死んだはずの知り合いの声が聞こえ出したらって想像してみて。あまり念入りにやらなかったせいかしら。でも本当に何かを壊してしまいそうで、他を削除するのが怖いの。私に関係するファイルを触ったら間違えて自分を削除してしまうかもしれない。それこそ台無しでしょ。あなたからどんな風に見えるかわからないけど、お互いそんなミスを犯さないようにしないとね。信じてるわよ、ズズ君。これもうどんだけあなたとミツ、もう一生この時間ですか。もうあの、もうずっとこれですか。なんかもうねえ、これあのモニカさん、あのせめて BGM だけはなんかこう思うとこう安らぎを与えられるようなものに なりませんかね。なんかこの宇宙空間でずっと二人きりっていうのが嫌で、今ベタじゃねえわ。何、そもそもどうしてこのゲームをプレイしようと思ったの。まあ、評価が高かったから。そんな寂しかったの。いや全く、ちょっとかわいそう。でも最後はお互いにとってうまくいったわね。私はあなたに出会えて、あなたは寂しくなくなって、これは運命だしとしか思えないの。あなたもそう思わない？二人でこのエンディングを迎えられてよかった。あ、もうこれエンディングなんやな、モニカ。モニカ、これもうエンディングなんやな。もうこれ以上のセリフはないと思ってええんか。まだあるんかな、これ。何、もう、何、俺がもうモニカを好きにならないと終わらない、これ。ならんと思う、これもうならんと思うで。俺モニカを好きになるのはなかなかないと思うで。何ですか、典型的なキャラクターの性格がどこに魅力的なのかしら。ヒストリー見して。あ、もうずっとモニカ。あ、もうずっとここはちゃんとしてる。ちょっとセーブだけ。もうセーブに意味がないわ。安心して、もうどこにも行かないから。なんで、どっかには行こうよ。ねえ、もう人の悪口言い始めた。人の悪口言い始めた、この子。悪いわ、人の悪口言っちゃダメだよ、そんな。ね、ただ面白いなと思っただけ。キャラクターに人間味を与える特徴を全部吸い出して可愛いものだけを残してるみたいじゃない。それって中身のない可愛さが凝縮されたようなものよね。私もそうした方がもっと好きになったりしないまでね。そもそもこのゲームを遊んでいるからちょっと不安に思っているのかもしれないわ。でもあなたは今もここにいるのよね。それだけでも私はこのままでいいと思える十分理由なのよね。あなたもそうよね、続く。あなたは人間らしさと可愛らしさの完璧な結合体だもの。なんやそれ、なん、変な結合体。いやもういいんですけど。一回終了してみっか。あら、何が起こったの。あ、一回終了しました、ゲームを。ひどい夢を見たの。二人きりになれれなれば見なくなると思ってたんだけど、それは甘い考えだったみたい。つづくん、あなたが知っていることはわからないけど、もしこの現象が起きる原因をしていたら何とかしてくれないかしら。これが起きるとこ、起きるとまるで殺されたかのような気持ちになって、本当に嫌な気持ちになるの。原因を突き止めてくれたらあなたは一生好きになるわ。さて、何を話してたっけ。何も話してねえよ。何も話して、おい。ああ、そう、その途中でしたね。ちょっともう、事前にこれ消してみる。ちょっと一応切り取りでデスクトップに貼っとこう。さあどうだい。うおお、なくなった。何が起きてるの。消しました。ズズ君、私に何が起きてるの。痛い、すごく痛い。助けて、ズズ君。あ、おお、モニカキャラクター does not exit。 何？モニカのと does not monica chur。 あ、わあ、ズズ君、あなたが私をこんなことにしたの。あなたがしたの。あなたが私を削除し、だって気持ち悪いだもん。だって気持ち悪いんだもん。だって気持ち悪いんだもん。私にはあなたしかいなかったのに、俺にはいっぱいいるもん、まだ。すべてを犠牲にして一緒になったのに、すべてを。
大好きだったのに、ズズ君、信頼してたのに、私をいたぶりたいの？私が苦しむ姿を見ていたいの？あなたが優しかったのは、私をもっと苦しませるための嘘だった？いや、別にそういうわけじゃない。あなたほど人は残酷になると思わなかったわ。わかったわ、あなたの価値を。あなたの勝利。あなたがみんな殺した。さぞ嬉しいんでしょうね。もう何も残っていないわ。もうプレイしなくていいわ。他にいたぶる人でも探しに行って。おい、言い方よ。ズズ君、あなたがいるとヘドが出る。さよなら。なんでまだちょっとキャラクター消したのに残ってんの？プログラム自体、プロ、わぁ、なに？おぉ、まだあった。あぶね。それでも好きなの。どうしようもできないの。私どうしちゃったの？あなたにこんなに嫌われるほどひどいことをしてしまったの？友達にだってみんなとんでもないことをたくさんしてしまった。身勝手でおぞましいことを。私こんなことするんじゃなかった。私に居場所のない世界をめちゃくちゃにしてしまった。あなたがいたかった世界を私が台無しにしてしまった。私が全てを台無しにしてしまった。だから、あなたは私を削除したのかな？あなたの欲しいものを私が全て壊してしまったから？愛する人になんてことをしてしまったの？こんなの愛じゃない。これは。おお、でもそうだよな。俺のこと好きでやったんだもんな。みんなを削除したって私言ったよね。あれはちょっと大げさだったわ。そこまではどうしてもできなかったの。あの子たちが本物じゃないと分かっていても、それでも友達だったから、みんなが大好きだったから、文芸部が好き、大好きだったから、私文芸部が本当に大好きだった。だからこうするの。こうするしかみんなが幸せになる方法はないから。それに本当にあなたを愛してるなら、あ、怖いよ。それなら。何？もうあかんくなった。ログというかその。あ、何？あ、え、あ、お。モニカ！モニカなしで頑張ってちょうだいってこと？ニューゲーム。変わるんか？いつもと変わらない学校の日。また初めからや。いつも通り俺はカップルや友達グループに囲まれながら学校へ向かう。俺もそろそろ女の子と仲良くなったりするべきなのかもしれないが。ねえ、ズズ、サヨリ！まあ、女の子なら身近に一人いる。あの子はサヨリと言って近所に住んでいる幼馴染だ。昔はよく一緒に登校したかな。最近になってそれをまた再会した。ズズ、私のこと偉いと思う？あ、なんで？だって、ちゃんと時間通りに起きれたんだもん。まあ最近はちゃんと起きれるようになったよな。でしょでしょ。なのに何も言ってくれなかったじゃん。毎日一緒に投稿してるのに。まあそれは言わなくてもわかるとかと思って。そういうことを言うのも恥ずかしいし。そんなお願い、いいモチベーションになるから。わかったわかった。偉いぞさより。おお、この辺一緒やな。うん。あ、決めてないです。部活いつもと同じセリフを言う。これはどうなんだ。これは文芸部があるんか。ちゃんと彼女を傷つける気がして言えなかった。自分で部活を立ち上げたばかりの人を目の前にして。あ、そういうこと？どこ教えて。それは見てからのお刺身ってことで。あ、かわいい。やっぱかわいいな。きっと彼女をある意味はい、羨んでんだろうっつってな。何か特別なことをしたくなるのだろうと。はい、学校ついて授業終わって、はい、かき集めると勧誘のビラを記憶、お、自分から行くようになってんな。俺は校舎を渡り階段を登っていく。着いたのは学校の中でも普段は3年生の授業。うん、ここも行ったな。ねえ、ええ、ゆっくり開けると、おお、さより。ズズ、なんでここにいるの？まあそれは、え、教室を一目見渡した。おお、さよりがよく話してるズズってやつ。来てくださってありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ズズさん、こちらは文芸部です。どうも！どうも！二人とも元気で！ねえ、すごく堅苦しい部活みたいに思われるじゃないと。はい。一番身長高いユリと呼ばれることを、夏希。おう！おう！よろしくなと。さよりが立ち上げた部活になってんだな、だからな。部活ってまさか、そうだ。俺が入部を決めたのがお前の部活だ、さより。文芸部だよ。さよりの目が光る。わあ、嬉しそう！うわあ、嬉しそうやな！ぴょんぴょん飛び跳ねるわな、そりゃな。ね、あんたが入るのもそんなに悪いことじゃないかもねと。これで4人で正式に部活として申請することができますねと。はい、とにかくお祝いしなきゃと。それに今回は絶好の日ですよねと。夏希ちゃんが。何？
お、クッキーか、クッキーか。なんか仲いいな、3人とも。はい、包まれたトレイに出し、ユリはクローゼットを開けて、未だに気まずさを感じつつも、俺はサヨリの隣の席に座る。夏希はトレイを持って誇らしにテーブルへやってきた。準備はいいかしら？じゃじゃーん。うわー、なんかた、うわー、なんかすごい久々な感じする。すげえこの感じ、かわいいね、猫のアイジングのね。まあね、早く食べてよね。サヨリが一つ手に取り、俺も続いたと。はい、サヨリはカップケーキで口をいっぱいにして話し、顔にアイシングがついてしまっていると。はい、夏希は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の姿勢に気にせずにはいられない。俺が食べるのを待っている。ついにカップケーキに口に運ぶと。はい、これすごくうまいぞと。わあ、かわいい、夏希ちゃんはずっとかわいいな。おい、ずっとかわいいな、夏希ちゃんはよ。教室にティーセット置いてんのかと。そう、これ許可いただいてね、ちゃんと持ってますよつって。あれ、ここは進むね普通に。ユリはそっぽを向く。私はただその、分かってるよ。まあ、お茶を飲みながら読書は幼なじみのない習慣だが、お茶は普通に好きだからと。言い方が気持ち悪いけど、ズズの言い方が気持ち悪いけどもね、ここ数年ほとんど本を読んでいないので、なんとか答えればいいのか思いつかないと。あー、これもあったね、漫画とか鬼滅の刃って言った方がいいよって言ったわな俺。はい、何か黙っていると。はい、俺は何を言ってんだろうかと。変化の余地はあるとか言うと、ね、俺ちょっとね、かっこ悪いよな。変化の余地はあるとか言わなくていいもんな。うん、まあ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 、好きになろうかなぐらいでいいのにねっていう話もしたわ。はい、目を見張るものがあるんですと。はい、異次元世界とかすごい好きなんですっていう話をしてたんだよね。ちょっとあの2周目は怖かったけども、まあ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 ね、ユリと。はい、なんていうか、そのそいつが最初に言ってたこと、漫画かと。で、それで夏希も漫画読んでるから、ちょっと意気投合するんじゃないかっていう文芸学の話をしてくれるわけね。はいはいはい、あー、この辺は一緒やな。はい、それならと、空気を読むかのようにサオリが会話に飛び込んできて、みんなで違うことに挑戦しようっつって。はい、文芸部ってそういう部活だから、同じことじゃなくて違う。すごい、部長やってるわちゃんと。はい、二人でやってるなら、それでユリは、はい、漫画を読まねばならないのですかと。あ、なるほど、そういうことか。お互いの趣味をちょっと交換しましょうねみたいな。ユリとね、夏希のこの犬猿の仲を保とうとしてんだ、すごいな。はい、自分の過ちに気がつきました。だからあなたが小説を読み始めると言うなら、私も漫画を読んでみることでそのお気持ちをお返ししますと。おお、スーをお返しします。はい、ユリが私をそう思ってくれるなら嬉しいと。私あんたが好きそうな作品絶対見つけてくるからねと。おお、なんか仲良くなってる。え、一人で？あの、よかったら一緒に行きませんか？ユリが構わないなら。もちろんです。いつも一人で行ってるので。私も。この状況すっごく可愛くない？サヨリ、お前黙って。そこでいくつか漫画をおすすめするわね。わかりました。楽しみにしてます。夏希とユリは食べ物を片付け始めた。今日の部活はこれで終わりかな。ああ、そうみたいだな。みんな仲良くやってるみたいでよかったよ。そうだね。みんなズズのことも好きだと思うよ。そうか？まあ、サヨリがいるだけでみんなとの距離は縮まっていく気がするな。もうズズはそんなこと言われたら照れるでしょ。はいはい。部活を立ち上げると聞いたときは正直驚いたが、普通にうまくやれてるみたいだな。みんなで最高の部活にしましょうね。ズズが加わったことで毎日がさらに楽しくなるわね。ねえズズ、本当にありがとう。その部活に入ってくれたことも本当に嬉しいんだけど、実はそれも最初から分かってたんだ。もう一つ伝えたいことがあるんだ。ウェイ！そうだよ。モニカちゃんがしたことを全部知ってるんだ。サヨリ？サヨリ？でも本当に全部知ってるんだよ、ズズ。ズズがみんなを幸せにするためにどんなに頑張ったか知ってるよ。モニカちゃんがみんなを悲しませるためにひどいことをしたのも全部。でもそんなのどうでもいいよね。あ、嘘！そういうオチ？でも怪しいと思ったんだよな。だってサヨリのメッセージとか2周目でバンバン出てきたしな。なんか背景にポスター、自殺のポスター貼ってあったりだとか、なんかちょいちょい助けてとか、なんか追加の詩がありますで、ね、この子は自殺してるのとか。こうやって毎日過ごすのがすごく楽しみだな。ずっと永遠にずっとずずかと思った。今ずずかと思った。ほっ、ダメ。何が起きたの？モニカだ。彼を傷つけはさせない。誰？痛い。あ、ごめんなさい、私が間違ってた。結局ここに幸せなんてなかった。さようならさより。さようならズズ君。さようなら文芸部。はっ！
なんか言うてはる。Can you hear me? Can you hear me? 聞こえます。Hi, it's me. あ、どうも。It's me. So, you know how I've been like practicing piano? Practicing piano. いや、あんたが練習し、あ、モニカだ。モニカだ。そういや、歌ができたら教えてって言うたが、そういや。Really, really hard on it. So, yeah.Play audio disc OZZ。 あ、音楽を流してんの？いや、既存の歌かい。既存のメロディーで既存の歌かい。 Every day, I imagine a future where I can be with you. おお、なるほどね。毎日あなたと一緒にいる未来を思う。はい。In my hand is a pen that will write a poem of me and you. 詩を書くペン。はいはいはい。この詩を書くペンっていうのがプログラムのことを言ってんのかな。はいはい。But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? なるほどね。What will it take just to find that special day? What the?ギターも弾いとるけ、おい。ギターも弾いとるんけ、おい。終わった、イメージ。おイメージドットバウンド消してる、ピクチャーを。うわ、コマンドでピクチャー消しとるで、背景が。このイメージも消してるわ。え？取っておきたかったのに。はい、おい。うわ、ちょっとまあ、なんかもう感想とかじゃねえわ、なんか見入っちゃうわ。ここあったな、このシーン。見たな、このシーン。あ、ちょ、何このシーン。あ、ちょ、何この風呂上がりのシーン。まだ見てないから灰色なんか。フルカラーになるんだ、見たら。何このエッチチな、何このエッチチなシーン、何このエッチチなシーン、脱がそうとしてるやん、エッチチなシーン。あ、なんかちょっと熱いかもっていう、あ、ちょっとここも大丈夫かっていうやつや。あ、な、見てないやつまだあるんやな、だからな。あと歌詞、歌詞がもう、歌詞がさ、可愛らしいんかい、歌詞。歌詞結構可愛らしいんやな。あ、出た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 、この感じ。はい、うん、success delete success good delete successful。 なんか消してるな。 RPY 消してんのか、データか、スクリプトも消してんな。いやー、でもなんかあれやな。これが文芸部の本当のさよならです。さよならです。やっと分かったの。この文芸部は本当に幸せが見つかることのない場所だった。最後の最後に私たちの無垢な心に残酷な現実を突きつけた。この世界は理解するためには作られていないという現実を、もう二度と地獄のような日を繰り返すわけにはいかないもの。時間のある限り、あなたにお礼を言いたい。私の夢すべてを叶えてくれてありがとう。部のみんなと友達になってくれてありがとう。そして何よりも、私の文芸部の一員となってくれてありがとう。永遠の愛を込めてモニカ。